アウグストフォン・バッサーマンアウグストフォン・バッサーマン、または、バッセルマンは、ドイツの免疫学者、細菌学者である。梅毒の血清学的診断法として用いられた、バッセルマン反応の開発者として知られる。バンベルクのユダヤ系の家に生まれた。父親は、バイエルン宮廷投資財政顧問であった。エアランゲン大学、ストラスブール大学で医学を学んだ後、 1890年に新設された王立プロイセン感染症研究所でロベルトコハホの下で働いた。1906年には研究所で実験的治療と血清研究の部長を務め、1913年から新設されたカイザービルヘルム実験医療研究所所長として働いた。1906年に発表されたワッセルマン反応はその前年、 フリッツ・シャウディンとエイリヒ・ホフマンらによって、原因菌、バイドクスピロヘータが発見されたのを受けて、開発された、補体結合反応で、感染の早期発見と、新たな感染防止に役立った検査法である。ワッセルマン反応が有名であるが、それ以外にも、オステルタークラと家畜の血清療法なども開発した。1921年に微生物学と免疫学に、 貢献した学者に贈られるアロンソン賞の最初の受賞者となった。妻のアリスは彼女の妹でカトリックに改宗していた画家のヘレーネ・フォン・タオシグと共にホロコーストの犠牲となった。また息子のロバート・フォン・ワッセルマンも同じくホロコーストの犠牲となった。ありがとうございます。